はい、皆さんこんにちは、しなたんです。今回はちょっとね、もうアングルが違うと思うんですけど、じゃーん、ですね、IKEA でですね、テレビ台を購入しました。私愛知県に住んでるんですけど、その前長久手の IKEA に行ってきたんですけど、電車で行ってちょっとこれをね、さすがに持ち帰るのは大変だったので、店舗でこれいいなっていうのを見て通販で頼みました。で、通販で頼むと送料が990円ぐらいかかっちゃうんですけど、 IKEA でね、配送することもできたんですけど、配送は3000円ぐらいかかったので、全然通販の方がお安く買えました。で、なんでテレビ台を買ったかというとですね、ついに私 MacBook Pro をゲットいたしまして、事務所の方に MacBook Pro を買っていただきまして、それでやっとゲットをしました。だからこれからね、編集とか多分パソコンでやると思うんですけど、パソコン置く台がないなと思って、それ買いたいなと思って IKEA を見に行ったら、テレビ台だったんですけど、いい感じの高さでいい感じになりそうな台が売っていたので、それを通販で頼みました。ではちょっと早速開けていきます。今日はこれを組み立てる動画になります。よかったら最後まで見てください。ではレッツゴー。はい、では早速開けていきます。こういうアングル照明以来ですね、多分照明の時もこんな感じのアングルでやったような気がします。 IKEA の通販届くのがすごく早くて、2日後ぐらいに届きました。よいしょ。はい、取り出します。こういうところで、ね、大型が出ます。よいしょよいしょ。はい、出ました。口も開けてみると、よいしょよいしょよいしょ。はい、はい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 、こんな感じのね、白を購入しました。私はこれなんかセールをしていて1490円で購入できました。すごい安いですよね、1490円でテレビ台を買ってしまうっていう。イメージはね、こんな感じになるんですけど、台の下にまた一つ台があって、そこになんか物とかも置けるので、すごいいいなと思いました。開けると長細い台が2つ入っていて、台の足が4本入っていて、あとはこんな感じでネジとかなんかそういう細かいものが入っています。まあ、それとこの組み立ての説明書が入っています。はい、まずステップ1、まずこっちの太い方、大きい方の長細い板にこれをつけていきます。ネジもちゃんと入ってるので、これでつけていきます。絶対この動画地味ですよねこの動画こんな感じで進んでいくと思います。ただ組み立てるだけみたいな感じですね。はい、じゃあネジ止めていきます。でもこの前ハンガーラックを買ったんですよ、 IKEA で。それもね、このインスタライブで組み立てて、こんな感じでやったので、多分できると思います。ただただ組み立てます。よし、できました。次はこのね、四隅にこのなんか長細いネジを取り付けていきます。これはね、手でできるみたいなんで、くるくる回してはめていきます。楽しいですね、こういうのって。結構私こういう組み立てる系好きなんですよね。はい、でこの上にこちら足をつけていきます。4つね、はめていきます。なんか生きてます、大丈夫ですかね。はい、つけました。1個完成。どんどんやっていきます。大変だな、これ結構。はい、2個目もできました。はい、ラスト1個。決まりました。足完了しました。で、次がこれを使ってネジでちょっと穴開けるらしい。はい、トンカチは持ってきたので、これでネジをチョンチョンってやってちょっと穴開けていきます。そしたら
この2つをつけていきます。はい、もう1個もやっていきます。はい、できました。いけるかな。はい、じゃあ裏返してこっち側もやっていきます。できました。そしたらこの丸いやつをこの足のところにはめていきます。ラスト終わりました。はい、そして最後にこの板をはめていきます。ポンと、この残ったねちっちゃいネジで留めていきます。はい、というわけでテレビ台完成しました。はい、では早速お披露目したいと思います。じゃーん、こんな感じになりました。はい、どうでしょうか。結構ねいい感じの高さなんですけど、ここにね収納できるスペースもあったりして、で長さも結構あるのでいろんなものを置けるかなと思います。はい、もうねすごいね大満足です。はい、こんな感じで完成しました。はい、というわけでこれからはねこの台にパソコンを置いてここで編集をしていきたいと思います。こんな動画でしたが最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録お待ちしております。ではバイバーイ。